それではですね、十和田観光電鉄十和田駅の駅跡を出発します。いや、この辺に駅舎あったはずなんですけど、っていうかナビ上ではですね、僕は今駅舎の上を走っていることになってるんですけど、跡形もなくユニバースですね。無慈悲だ、ほんとね、無慈悲だわ。いやー、今までの廃駅の中で一番なんかね、無慈悲だな。自然も無慈悲ですけど、人類が本気を出したらここまで無慈悲になれるっていうね、そういう感じがする廃駅ですね。で、とりあえず次はですね、時間のある限り寄ろうと思っていた青森県内の秘境駅の一つであるちびき駅の方にですね、向かっていきたいなと思います。この辺はもう完全に十和田市の市街地になっていまして、交通量はまあ多いと。ユニバース無慈悲だ。っていうか、十和田の人っていうのは鉄道は嫌いなんですかね、基本的に。そんな感じがね、してならないんですよね。なんかそのあたりのこの事情っていうんですか、そういうのご存知の方がもしいましたら情報提供をお待ちしております。ただこの十和田のこのあたりは非常に商業施設が充実していますよ。買い物には便利ですね。車で来る人にとっては便利なところであることは間違いないだろうと思います。そもそも東北本線が通ってないですからね、十和田市って。理由はよく分かんないですけど、その辺りからなんか鉄道への逆恨みみたいなのがあったんじゃないかなと勘ぐってしまいますけどね。これ右折ですね。はい、それではですね、先進んでいきましょう。ガソリンで有名な函館に本社がある会社ですね。ベルト着用サイン点灯中。
てもですね、ちょっと今日エアコンの調子が悪くてですね、エアコンがついたり止まったりなんですよね。ちょうど今ねエアコンが壊れて止まりましたね。止まったら、あ、幸福の科学がね、やっぱりなんかね、青森は幸福の科学が強い。これは意外な発見ですね。理由は分かんないですけどね。幸福の科学とローソンが強い。ローソンの次にファミリーマートかなっていう感じですね。行って地引駅までどれくらい時間かかるんでしょうか、ね、ちょっと分かりません、まあ、距離はね23キロと書いてあるんですけど、まあまあね距離はありそうですね。ここもなんかよく見ると右側空き地になってて、これなんだろう、道路か空気する予定がきっとあるんでしょうね。なんか道路維持なんとか工事って書いてあるので、多分これはそのうち太い道路になるんでしょう。でここで国道4号がぶつかるということになります。4号が一番長いんでしたっけ、日本の国道の中で。違いましたっけ、もっと長いのありましたっけ。ああ、4号との交差点ね、4号との交差点よりもこの10号4号の接続の方が重視されてるんですね。初めて知りました。駅ビル前って書いてありますけども、あったんですよかつては。確かに駅ビルが、それをわざわざ全部ぶっ壊してユニバースとジュラジュラにしたんですよ。いや、ひどい話ですね。駅ビルだってさ、活用しようと思ったらいくらでも活用できたと思うんですけどね、無慈悲に全部ぶっ壊したっていうのはなんか特別な恨みでもあったんじゃないかって思っちゃいますよ。その再開発の担当者に恨みがあったのか、あるいはユニバースの担当者が鉄道嫌いだったのか分かりませんけど、
が参ります。黄色い線まで下がってお待ちください。下がってお待ちください。